くわかるといいね。この世界がなんでこうなっているのか、私たちのしたこと後悔するわけにはいかないから。最近は地下街にいた子たちも笑うようになったの。これが間違ってるはずなんてないよ。お前は立派だよ。そんなこと、あの時は人類なんか滅べばいいとか言ってたの。あれは勢い余っただけだから。貸して。おい、エレンは実験で疲れてる。そうだね、ごめんお母さん。だから俺を年寄りみたいに扱うのはやめろ。